早朝開園を始めたのは世羅町にある観光農園花の駅世羅で、先月30日から午前5時に開園しています。この日も爽やかな空気の中、散策を楽しむ人やコスモスと一緒に写真を撮る人も見られました。最低気温が10度前後の日が増えるこの時期、気象条件が揃うと雲海が発生するということで、この日も薄く大地を覆う雲海を見ることができました。雲海を見に来たんですけど、少し見れてとっても綺麗でした。風に揺れてとっても素敵でした。花の駅世羅の早朝開園は今月31日まで行われます。